ジェイソン・カール・ボッツは、アメリカ合衆国カリフォルニア州パソロブレス出身の、元プロ野球選手。宇藤良だ。パソロブレス出身としては、ハルレインに次いで、史上二人目のメジャーリーガーである。MLB ドラフト46順目で、テキサス・レンジャーズから指名を受けて契約。2005年9月14日、対ボルチモア・オリオールズ戦で、テキサス・レンジャーズから、メジャーデビュー。 この年は27打数で8安打3打点を挙げたものの13三振を喫した。2006年5月28日の対オークランドアスレチックス戦でカークサールースからメジャー初本塁打を放つ。しかしこの年もほとんどをトリプル A 級で過ごすことになった。2007年は8月1日にメジャー最小格子自己最多の48試合に出場。打率 242本塁打、14打点という成績を残す。また、指名打者での出場がほとんどだった。2008年は2本塁打を放ったものの打率、158と結果を残せず、4月29日に、レンジャーズから戦力外に、その後参加のトリプル A 級でプレーしていた。2008年6月13日に日本プロ野球の北海道日本ハムファイターズから入団が、 発表された。日本ハーム入団後、7月1日のファームレビュー戦で、いきなりサヨナラ本塁打を放つと、7月5日には、左右両打席で本塁打を放った。翌週には一軍に昇格するが、日本特有の落ちるボールに苦戦し、しばらくは打率。160と低迷。左打席では一本も安打を打てず、右投手相手に右打席に入ったこともあった。しかし、 8月中旬に森本喜明キラから精神面でのアドバイスを受けたことや、自らが日本の野球に慣れたことで8試合連続安打に本塁打と打撃が軌道に乗り始め、終盤は左投手相手のスタメンや代打などでの出場が増え、8月以降の打率が307という活躍で最終的には打率も254まで上げた。さらに、 右打席では3割5分を超える打率を残した。NPB1 年目でシーズンとクライマックスシリーズを通し、自身が在籍する日本ハム以外のパリーグも球団から本塁打を打っている。当初は2008年のシーズン終了までの契約だったが、後半戦の活躍から翌年の飛躍を期待するとして12月3日に1年間の契約延長が正式に発表された。 2009年、キャンプを一軍でスタートするも、オープン戦で結果を残すことができず開幕はに、軍スタートとなった。5月に不調に陥ったルイス・ヒメネスに代わり一軍に、昇格。チームの都合上すぐ抹消されたが、満塁本塁打を放つなど、存在感をアピールした。そして10月7日の大西部戦と10月8日の対、オリックス戦では4番、一塁手として出場した。 同年10月11日付で対談となった。2010年はシカゴホワイトソックスとマイナー契約したが、その後アメリカ独立リーグのアトランティックリーグに加盟するカムデン・リバー・シャークスと契約。2011年もアトランティックリーグのヨーク・レボリューションで開幕を迎えたが、5月19日にニューヨーク・メッツとマイナー契約を結んだ。2012年から2013年まで、 メキシカンリーグでプレー2014年はアメリカ独立リーグのアメリカガソシエーションに加盟するグランドプレーリーエアーホックスに所属。日本ハムでの応援歌は当初はトニー・ブリューア用に作られ、後にマイクマーシャルに使われたものが用意された。一方、打てないボッツに豪をに癒した関東の応援団が同年8月10日の大西部戦から 崖の上のポニョの主題歌のサビの替え歌を関東の球場限定の応援歌として使用開始。この応援歌の歌詞の最後は当初大きなファウルだったが後に彼の調子が上がっていき大きなホームランに変わった。なおこの応援歌は当の本人も少なからず心を痛めたといい、球団側は翌年のキャンプでは練習中にこの主題歌の使用を禁止するなど配慮した。 あとに札幌の応援団がこの件に関してファンに謝罪している。2009年シーズンにより新しい応援歌が作られた。ありがとうございます。